沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ねえ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。わかった、それでいいよ。では八神さん、行きましょう。ほら、一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。あ、行きますか。僕は留守番してますよ。沙織さんをよろしくお願いします。どうやら江原は厄介な相手だぞ。俺にもできることありゃ何でも言ってくれ。
加減にしろよ。出発しますか。ったく時間食っちゃったよ。行きますか。いらっしゃいませ。いた、ごちそうさま。ありがとうご。もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビにでもされましたか。矢上と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は星稜高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。星稜高校。4年前に敏郎君が通ってたあの学校です。横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は。おとぼけはなしでお願いします。先日三越柴弘の遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ
夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか。巫女芝が敏郎君の仇だからですか。そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は巫女芝に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な巫女芝の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか。その根拠は。そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してやがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん待ってください。そんな義理はないな。八神さん、巫女芝弘の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。これ見てもらえます。なんだそれは。どこかの防犯映像。俺が思うに彼らが巫女芝殺害の実行犯です。ほう。偉人町で事件を嗅ぎ回ってた俺が目障りだったみたいです。この映像の直後、俺の仲間がやられました。俺も危うく偉人町のギャングに袋叩きにされかけた。初めて連中が俺に近づいてきたのは清涼高校の沢先生と待ち合わせた時です。沢先生のことはご存知ですか。彼女は4年前敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いな巫女芝だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが巫女芝殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。巫女芝を殺したあいつらは誰なんです。あんたはどうやって連中を動かした。違う。全然違うよ。
石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ三越葉殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながってるのか。くそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか。いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。名前か。よしよし。名前か。
ったく、時間食っちゃったよ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。海藤さん、戻ったよ。海藤さん。お前、スクモからのメール見たか。え？いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと？殺人動画だ。三越島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします。してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝りません。償いません。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。マジかよ。にはアリバイがあったんだよな。だから自分の手で三越葉を殺すことはできないはずだった。だとするとこれはなんだ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。一体何をやったんだあいつは。現職警察官による痴漢と教育実習生殺害。矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。
ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。テレビではまだみたいだけど。ええ、憶測とデマ、全く当てにならない情報が錯綜してます。ハレンチ警官が実は息子の復讐を果たしてたと、そういう可能性が出てきたんですからな。すると、かつて江原を叩いてた人を叩く人に、まだ何が本当か見えてないと自重する人、ネット民の反応も様々です。あの殺人動画は本物かな。ほら、今時は CG とかで何でもできちゃうだろう。いわゆるディープフェイクですね。確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます。例えば有名なところですと、アメリカ大統領に嘘の過激発言をさせている映像とか、他にも本物にしか見えないようなものがいろいろとありましたな。そういう映像が嘘かどうかってちゃんとわかるもんなの？動画データに加工の痕跡が見つかれば、それを加工映像ということができます。ちなみに僕の方で江原の殺人動画を解析したところ、そういった痕跡はありませんでした。あれは十中八九本物でしょう。やっぱり？しかしそれでも絶対に加工されてないとは誰にも言い切れません。法的にもあの動画だけで江原の殺人が証明されたとはいかないでしょう。なるほどな。例の動画がネットに上げられたのはいつ、どこで？アップされたのは昨夜ですが、出どころははっきりしません。海外のサーバーを何箇所も経由されてるようで、ネットの魑魅魍魎が覆い隠してるんです。そっか。ただあの動画が本物でも偽物でも、ネットに流したのは実際に御子柴を殺した実行犯たちだろうな。なぜです？だってさ、御子柴殺害の状況を全部知ってなきゃ、あんな映像捏造もできないだろう。御子柴が殺された時のポーズも、床に落ちた血の感じも、俺が刑事から聞いた状況と全く食い違ってなかった。なるほど、確かにそうですね。あいつらに折られた指が痛みます。また江原と接見しなければなりませんね、矢上氏。城崎先生にお願いできるのでは？だな、そのつもりで。
なあ、江原は三越芝殺しを疑われないようにわざわざ同じ日に痴漢したんだよな。だが今度は逆に殺しを自白するような動画をネットへ公開中だ。どういうつもりなんだ？その質問に答えられんのは多分江原だけだね。すぐにでも話したい。んじゃ、沙織さんとこ行くんだな。行くぞ。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。
なもんか。時間食っちゃったよ。行くぞ。クラボ、早えよ。あれ真冬？お前なんで？久しぶりだな、真冬ちゃん。ええ、もしかして八神くんたち今沙織と動いてる？ん？昨夜流出した例の殺人動画の件で。お前も江原の件でここに。そう、東京地検はその話で持ちきりだもん。特に上の人たちは大慌てだって。わかるよ。検察は江原を痴漢として有罪判決を出させた。でももしあの動画の殺人が本物なら判決は間違ってた。痴漢は冤罪だったってことになるもんな。うん、ただ検察としては実刑まで出てるのに、やっぱり間違ってたかもなんて言えないでしょ。一時期は何度もテレビで流れた事件だしね。法の番人としてのメンツに関わるわけ。確かに。だからとりあえずはその裁判の弁護人がどういう対応するつもりなのか気になってるみたい。それで私に様子を見てこいだって。あくまでも沙織の友達として非公式にね。そういうことか。よう来たな。そろそろだと思ってた。真冬、あなたも下で一緒になったんだ。沙織たちをスパイしに来たの。でもそっちも検察の動きを知りたいんじゃない？あなたの目的はそんなことじゃないでしょ。八神さんに会えるいい口実ができたとか。まさか八神くんが絡んでるなんて今知ったんだから。じゃあそういうことにしといてあげる。なんか久々だなこのやりとり。はいはい。検察ももちろんこの動画のことは調査し始めてる。ただし結論ありきみたいね。検察は出所不明の動画なんかに取り合わないって。要は外向けに一応調べたポーズを取るだけってこと。ん？じゃあ江原が三越場を殺したかも取り調べないのか。事情聴取のなし。ええ、だって10月7日に江原が痴漢してたってことは裁判で証明されてる。だからこその有罪判決でしょ。だとしたら江原にその朝まで生存が確認されてる三越場を殺すのは不可能。ああ、じゃあおかしいのは殺人動画の方だってことになるよね。おかしいってどういうことだよ。つまり検察はその動画自体を疑わしいと言いたいの。合成なのか CG なのか、とにかく誰かが捏造したまがいものに違いないって。へえ。それを主張してるのは
江原の痴漢事件を担当した検察官。どんなやつ？高野という検事です。卑劣な痴漢に厳罰を与えるべきだと熱弁を振るっていました。江原が現役の警察官であるならなおのこと、彼は世間の声を後ろ盾に正義を執行すべきだと。勇ましかったですよ、あの検事。法廷では気分良さそうに江原を責め立ててました。要するに高野検事にとって江原が痴漢をした事実に疑いはない。だからその事実と食い違う殺人動画はまがいものでしかありえないってわけだ。ええ、公正に審理された結論はネットの動画なんかで揺るがないって。まあ確かに出たばっかの判決がコロッと変わっちまうんじゃ、司法への信頼は地に落ちる。地検も判決を出した裁判所もその高野君の言い分に乗りたいだろうな。けどそれは臭いものに蓋してるだけです。そう、しかもその動画をまがいものとするって検察の方針のせいで警察まで動きづらくなってるの。警視庁も神奈川県警もね。ん？どういうこと？彼らは殺人動画が絶対に本物と断言できないうちはもう江原にタッチしないんですって。今三越場殺しについて江原を取り調べたりしたら捜査機関まで痴漢の有罪を疑ってるってことになっちゃうから。いやでも本物と断言できないうちはって。ええ、ネットの映像が 100% 加工されてないなんて証明のしようがないです。それで江原にタッチしないってことは、つまり江原はまんまと殺しの容疑者リストから外れたってことじゃないですか。うん、捜査員たちもみんな納得いってないみたいね。特に神奈川県警は今江原以外にも容疑者を探してるみたいだけど、現場は完全にやる気なくしてるって。こないだまではどこが江原を取り調べるかで手柄の取り合いだったんだけどな。殺人動画のおかげで状況がひっくり返ったわけか。仕方ねえのかもな。刑事たちは公僕だ。お上の出した有罪判決をおいそれとは疑えねえ。もしどうしても疑うってんなら立場上それなりの根拠がいる。検察や司法のメンツのために誰も事件を追及できない。これでもし江原が本当に三越場を殺していたとしたら完全犯罪だ。法の敗北です。絶対に見過ごすわけにはいきません。ただこの事件を追うには法曹界をまとめて敵に回す覚悟がいりますね。なんだ、おじけづきやがって。違いますよ、こんな事件を扱えるのはここにいる僕らくらいだって言いたかったんです。言うじゃねえか星野くん。多分俺らは心のどこかでずっと江原をたかが痴漢と見てた。でもあいつは今のこの状況を計算づくで用意してた節がある。これ以上コケにされてたまるか。言いたいことは伝わったみたい。もう帰るね。私にも何かできることがあったら言って。今はとりあえず十分だ。おかげで助かったよ。ありがとう。うん、それじゃ。相変わらず可愛かったな、真冬ちゃん。お前より戻さねえのか、タボ。そういうんじゃないから俺らずっと言ってるけど。八神さん、ここはすぐにでもまた江原と接見するべきですね。彼はあの殺人動画についてなんて言うか。真冬君、検事としても評判いいんだぞ。あんだけの美人だ。犯罪者たちも喜んでお仕置きされちまうのかね。
沙織さん、また江原に会いに行かない？殺人動画が本物かどうか直であいつにぶつけてみたい。ええ、そうですね。私もそう思って。すみません、拘置所からです。今江原のいる。え、もしもし。ええ、白崎です。あ、いえ、大丈夫です。拘置所から電話って何ですかね。わかりました。わざわざありがとうございます。拘置所の職員さんでした。江原から私たちへの伝言を託されたそうです。伝言って？それがもう弁護人との接見には応じないと。なんだって？来るだけ時間の無駄とも。どうやら江原は拘置所の中にいながら状況をすべて把握しているようですね。どういうことですか？多分だけど、例の殺人動画を昨夜ネットに流すってことはあらかじめ決められてたんだ。江原もそれを仲間たちから聞いていた。ってことなら、これから俺たちが接見に向かおうとすることも予想できる。ええ、私もそう思います。それは現役の警察官ならではってことですかね。なんという。やってくれるな。面白くなってきやがったなあ、タボ。ああ、けどさすがに出鼻をくじかれたな。そうですね。今真っ先に話を聞きたいのが江原なのに。こうなるとどこに手をつけたらいいか。ん？おいおい、江原に会えなくたってやれることはあんだろう。何ですか？例えば。それは今うちの沙織君が答えてくれる。なんだそりゃ。私がまず気になるのは、三越葉を殺害したのが動画の通り江原本人だったかどうかです。これまで痴漢というアリバイがある江原に三越葉は殺せないはずでした。でも殺人動画はその前提を根底から覆す内容です。ああ、つまりそのアリバイか殺人動画かのどっちかが作り物ってことになる。いや、もしかして両方とも真実ってことはないか。痴漢のアリバイも殺人動画も。ですが、例えば殺人動画が本物であれば、江原は横浜で三越葉を殺害した後わずか13分で池袋駅にいなければなりません。異人町から池袋までだいたい30キロぐらい、時速140キロで移動すれば行ける。どうでしょう。江原は帰り血を浴びたレインコートを着替えてますし、13分という時間はもっと短く見る必要があります。しかも通勤ラッシュ時に都内での移動です。現実的とは思えません。うん、よし、いいぞ。両方とも真実っていう可能性は忘れて良さそうだな。大きな前進だ。お前、何でも前向きにやいいってもんじゃねえぞ。俺は痴漢事件をもう一度疑ってみたいな。裁判で有罪判決が出た時、誰もこの痴漢騒ぎが殺しのアリバイになるなんて予想してなかった。そして江原に仲間がいることも審理の材料になかったはずだ。そこにアリバイ工作をされる余地があったかも。普通ただの痴漢に裏の意図があったり協力者がいたりなんてまず考えないし、証拠も殺人事件ほど念入りには調べない。でもあの痴漢事件の一部始終は防犯映像で撮られてました。物証だって十分揃ってます。ええ、ならその全てが本当に間違いなかったか一つ一つ確かめないと。じゃあどうします？また現場の駅へ行ってみますか？実際に事件があった時間帯に行ったらまた何か違う発見があるかもしれません。いや、あの現場で見られるものは全部見たと思う。けど沙織さんが言うように
証拠を見直すのは今ここでできるよな。何か気になる証拠はありますか、八神さん。もし江原のアリバイが偽装されたものなら、証拠のどこかに細工の跡があるかもしれません。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。新宿駅のホームですか？その俯瞰図。痴漢事件はほとんどが防犯カメラで映ってるけど、この点線になっている矢印んとこは映像で残ってないはずなんだ。少しだけどカメラの死角があったってこと、星野君と現場で確かめた。なるほど。ここに死角があったとしてどうなります？まず思い浮かぶのは、江原にそっくりな替え玉を用意してのすり替わりかな。本物の江原は7時半に偉人町で三越芝を殺して新宿駅に向かう。そして9時過ぎに痴漢をした替え玉と入れ替わって取り押さえられた。それはつまり新宿駅のホームには江原が2人いたということですか？そう。で、痴漢をしてた江原のそっくりさんの方は人混みに紛れて消えたんだ。いえ、そうなると本物の江原は被害者女性に痴漢をしていないということになりますよね。うん。でも実際には警察が江原の手から被害者の下着と完全に一致する繊維を検出しています。微物検査か。ええ、なので江原が被害者を触ってた事実はどうやっても動きません。被害者は膝まであるスカートの裾から手を入れられていたんです。それも電車が池袋を出てすぐに。新宿駅までの6分間ずっと恐怖を感じていたそうです。被害者はどんな感じの人だった？会社員なんですけど、6歳になる男の子がいます。夫は工業デザイナーで共働き、名前は間宮由衣さんと言います。年齢は30歳。子持ちの OL さん。間宮さんに事件当時の状況を聞けば、映像に残っていない部分の情報を補えると思います。それに江原がアリバイ工作をしてたかもしれないと明かせば、彼女にも何か新しい気づきがあるかもしれません。ということは江原以外に当たれる人を見つけたかな？そうですね、わかりました。少し時間をください。間宮さんの住所とプロフィールがどこかにまとまってたはずです。ただ相手は痴漢事件の被害者です。加害者を弁護してた私たちを歓迎してはくれません。うちはカムロ町の探偵だぜ。歓迎されねえのには慣れてるなあ。ああ、そうだ、海藤さん、少し時間ありそうだし飯でも食いっとこうか。そうだな、言われてみりゃ腹が減ってきた。おっと、僕は食事はいいです。
法廷に出ない日はいつもお弁当を作ってもらってるんですよ、母に。なやがみ、お前やっぱり弁護士に戻ってもいいんじゃねえか。探偵影も悪いとは言わねえがよ、お前が来るとやっぱ少し活気が違うんだよな。痴漢被害者のプロフィールがどこかにまとまってたはずなので、少しお時間いただけますか。海藤さんとお昼をどうぞ。なんだあいつら、俺らのことが気になってるみてえだ。あのチンピラたち RK か背中からプスリと来る気かもな。カイトさん、あっちにもいる。向こうにもだ、ターボ。昨日のやつだ、やっぱ根に持たれちゃったのかな。で、仲間集めて待ち構えてたわけだ、俺らを。だとしてもあんまり源田事務所の近くで騒がせたくないな。あっちから行こうか。おう。やっぱりついてきてるぞあいつら。でもすぐにかかってくるわけでもない。どういうつもりだろうね。ねえ、煮え切らねえ真似しやがる。おい、用があんなら来いや。なんだ、遠くから煽ってくるだけか。いや違うね。とはお前らも RK か。この野郎、いきなり頭にフルスイングかよ。イカれてんじゃねえのか。うっせえ。Oh!
完全にロックオンされてんな。いつの間にこんな街中 RK だらけかよ。ダボ、とりあえずここはつらかろうぜ。すぐにサツも来る。こっちは急に襲われた被害者なんだけどね。敵は人海戦術で来てるわけか。鬱陶しい。こんなの冗談じゃねえぞ。ああ、それにこんな風に付きまとわれてちゃ沙織さんたちと合流できないな。巻き込むわけにいかないし。そうだな、ならこっちから RK に出向くか。ん？俺は阿久津もリーダーの相馬も全く知らねえわけじゃねえ。 RK のメンバーに手引かせるよう成し付けりゃいい。そこらの雑魚いくら相手にしたってキリがねえんだからよ。こっちから出向くってカイトさんどっか当てあんの？やつらが馴染みにしてたクラブがあったはずだ。劇場前広場の裏手。最近は RK 以外の半グレも社交場にしてるらしい。まずはそこに行ってみようじゃねえか。お、行くか。見てるんだ。しばらく寝とけっての。しばらく寝とけっての。出発する。どうした？
ったく、時間食っちゃったよ。行くぞ。いい加減にしろよ。出発するか。これは時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。
タボ、ここだぜ。半グレのたまり場になってるクラブだ。ああ。でも奥は真っ暗。何の店かも分かんないよ。こんなとこ普通の客とか絶対入んなくない？ここが仇の世界にぽっかり開いたグレーゾーンへの入り口だ。行こうぜ。アクスたちがいりゃ話も早いんだがな。おい、なんだよお前ら。誰の紹介だ？招待されてきたわけじゃねえ。阿久津か相馬はいるか？俺らは八神探偵事務所だ。探偵？ここはクラブでしょ。入ってもいい？来ると思ってたよ、八神探偵事務所。ふん、お前か。ずっと遠くから見てるだけだと思ってた。奥で阿久津さんがカイトを一人となら会うと言ってる。え？搭乗会が消えた後、あそこ抜けたヤクザたちは今うちにガンガン集まってきてんだぜ。なんでかわかるか？知るかよ。ただのチンピラがうちに入ってきても F ランクスタートだ。でも搭乗会の元極道は最初から組織の中で B ランク待遇だからな。そこあんたなら A ランクで迎えるとさ、カイトーさん。チンピラの猿山の中じゃ当然だろうな。だがひとまず俺は話せるやつと相手だけだ。さっさと阿久津んとこに案内しろや。大したもんだな、肝が座ってる。阿久津さんに見込まれるわけだ。俺は店に入れてもらえないの？てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。釣れないな。カイトーさん一人だけ奥にご案内か。心配すんな、タボ。すぐに済むって。阿久津ときっちり肩をつけてくる。そういうことだ。入りな。すぐに戻ってくんだろ。なら俺はここで待たせてもらうよ。勝手にしろ。ち、目障りだな。まあな、そんなこと言わずに仲良くやろうよ。なあ、あのさ、ちょっとトイレ行きたいんだけど、店の中の借りてもいいかな？ダメに決まってんだろ。行きたきゃよそに行ってこい。この奥は紹介がなき入れねえんだよ。あんたも RK のメンバー？なんか景気がいいみたいだね。ああどんどん人が入ってきてる。今神室町で稼ぐんならRK に乗らねえ手はねえ。いい女も寄ってくる。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。うるせえよ。それとも本当に稼げる美味しい仕事は回ってこないのかな。そういうのは A ランクのメンバーで占められちゃう。あんたは見たところやっぱ F ランク。あ、なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。なめんなよこの野郎。悪いな、俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。
なんだ。さっきのシンガをどこに連れて行かれたんだ。ああ、何でも阿久津さんがお呼びらしい。マジかよ。じゃあビップルームに通されたってことか。そうらしいな。チッ、俺もあそこには入ったことねえのに、あのシンガを何者なんだ。
ごめんな、ちょっとだけ寝ててくれ。一つ聞いていいっすか？バックヤードにある金庫って何が入ってるんですかね？いや、中身も開け方も知らねえな。ただ、Cランク以上のメンバーになれば暗証番号を教えてもらえるらしいぜ。へえ、そうなんすね。あ、俺暗証番号知ってるかもしんないっす。はあ？どういうことだよ。Bランクの人が電話で話してるのをたまたま聞いちゃったんすよ。金庫は RK を数で表した番号で開けられるって。 RK を数で表す？メンバーの数ってことか。さあ、自分にはさっぱり。あと R は18だとか言ってましたね。 R が18。ダメだ、全然わからねえ。俺暗証番B ランク金庫は RK を数。さあ、 R が10。おい、あんた！何かご用でしょうか？ふざけたこと言ってんじゃねえ！さっき酒持ってきてくれって頼んだじゃねえか。え？酒ですか？なんだ、忘れちまったのか？俺のボトルだよ、ボトル。いえ、すぐにお持ちします。ちょっと待て。待つ時間が惜しい。やっぱボトルはいいや。そこでカクテルでも作ってくれ。かしこまりました。
静かにしてな。危ねえぞ。あいにくだったな、阿久津。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ。別にわざわざ探偵辞める必要もねえんだよ、海藤さん。ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。いつまでもカッコつけてんなよ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの結局ヤクザじゃねえか。登場会の後釜にでもなろうってのか。お前と相馬で仲間なら他にもいる。極道崩れとチンピラのガキでもだろ。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの効く心強い仲間が欲しいんだよ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。カムロ町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場会の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。でたっぷり稼いだらその後は堅気に戻って悠々自適よ。堅気に戻ってだと。おうよ。何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初対持つってのもどうだ。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだ奴はそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようか俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。俺らねえ。もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら八神も入れてやるさ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろ。仲間にならねえやつは敵とみなす。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。おい、全員こっちに来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。てめえ。俺はお前がここに来ることまでお見通しだったぜ。かかってこないならもう行かせてもらうけど。行かせるわけねえだろ。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない？お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの街は俺らのもんなんだよ。誰がお前らの街だって。バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。からでも来な。
もんか。どうしたほら。そんなもんか。ちんたらやってんな。はい、さすが。やっちまおうぜ。でも来な。どうしたほら。おい、何ちんたらやってんだ。はい、そうする。おい、やっちまおうぜ。よし、行くぞ、てめえら。
かけんじゃねえぞ。頭数揃えたってこのざまじゃな。何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。分かった分かった。それでいい。な、阿久津。なんでここに？いつからいた？来たのは今。ああ。こりゃむちゃくちゃだ。あいつが相馬だぜ。 RK のリーダー。ああだと思った。お前分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。海藤さんに勧誘断られたんだろ。でそちらは八神探偵事務所の所長さん。何年か前までは弁護士、今は海藤さんの相棒だ。現場は俺に任せるんだったろう。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。風邪かい？誇りっぽいとこうなるんだ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。で噛まずにほっとくと今度は鼻垂らすなって殴られんだろ。ああそうそう、やっぱりあんたとは一緒にやりたかったな。海藤さん、あんたもだよ。八神さん、いつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか？話が早くていい。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。まだ何か？今日は街であの写真の男は探してないの？ほら手下たちに探させてたやつ、ガールズバーのマネージャーだっけ。何年か前に神室町から消えたって。あいつのことはもういいのか？ああ、どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。殺されたんだな。最初から神室町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。どうも、少しだけ気になってたんだ。お役に立てたようで何よりだ。
思ってたより侮れない感じかな、RK は。メンバーはほとんど素人みたいなもんだったけど。ああ、さっきの相馬が元登場界のはぐれもんを積極的に引き入れてるらしい。で、そいつらが詐欺やら切り取り、叩きなんかの手口をチンピラに伝授してやってんだと。闇仕事のハローワークだ。主要メンバーだけなら50だが、一度でも関わりを持ったやつを全部カウントすりゃ2000は超えてるらしい。話半分でもなかなかだね。今この町は極道の次を誰が取るかって時代だ。 RK の他にも半グレたちが隙を伺い合ってる。カムロ町の平和もそろそろ期限切れってとこか。沙織さんだ。もしもし。白崎です。すみません、お待たせして。痴漢被害者の住所とプロフィールが見つかりました。ああ、間宮さんだっけ。間宮由衣さん。ええ、東池袋のマンションに夫と子供の3人暮らしです。これからアポなしで行きます。わかった。じゃあ俺も一旦そっちに戻るよ。了解しました。お待ちしてます。聞こえてたぜ。行ってこいや、タボー。そっちに俺の出る幕はねえだろうしな。わかった。終わったら事務所に帰るから。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。名前か。
か。ったくいい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。時間食っちゃったよ。何見てんだ。いい加減にしろよ。
しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。ちょうどよかったです、八神さん。待ちきれなかったもので。さあ、間宮ユイの家にはタクシーで行きましょう。さあ、間宮ユイの家に行きましょう。相手は痴漢の被害者です。我々加害者の弁護人にいい顔をしてはくれません。真っ当にアポを入れれば断られると判断しました。だからアポなしで来たと。かえって相手を刺激しなきゃいいけど。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。
さて、どうなるかな。はい、源田法律事務所の白崎です。江原明弘さんの弁護人をしておりました。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何のご用です？こんなの困るじゃないですか。何の連絡もなしに。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。どういうことです？もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか。お断りします。お引き取りください。あ、ちょっとすいません、白崎先生の助手で探偵の矢上と言います。は？ご存知ですかね、実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。ただその殺された方は例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。つまりあの日、都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。それが私とどういう関係があるんです？あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。10分だけお話を聞かせていただければ。でも。あ、ダメならいいんです。改めて出直します。俺ら下っ端なんで、次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり、録音させてもらったり、形式ばっちゃうかもしれませんけど、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず、簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか？今話せば10分で済むんですね。ええ、できるだけ手短にやります。わかりました、少しお待ちください。すいません、助かります。さすがですね。でも今のやり取りを聞いてたら、なんだか矢上さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、よかれと思ってやったんじゃん。冗談です。おかげで助かりました。間宮さんと話せるのは多分これが最初で最後です。慎重に行きましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。もういいですから、どうぞ。バイバイ。失礼します。
こだ。それで、私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことはもう全部話しましたよ。ええ、ですがこれが最後だと思ってもう一度聞かせていただけませんか？もう判決まで出てるのに？そうですね、ご迷惑だとは思いますが。こんな面倒になるなら痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね？あ、そうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた、それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが今日旦那さんは？まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないのであまり長くは。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのはそちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は波の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。今そう努力してるところです。防犯映像を見ると電車に乗り込む時、間宮さんの後ろにぴった
ったりと江原さんが張り付いているようでした。この時あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。私から離れまいとするような感じで。でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨にスカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの？私はどんな人が触ってきているのかも見えずに怖くてどうしたらいいかわからなかったです。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。ママどうしたの？大丈夫、何でもない。もうすぐ終わるからね。お腹すいた？うん。そこで本読んでていいからもう少し待ってて。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングでまずお尻を触ってた手をつかみました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたのでもう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。どういうことです？間宮さんのお話にあった痴漢事件の流れとこの証拠には矛盾があると思いませんか？意味がよくわからないです。私何かおかしなことを言いました？いえ、おかしなことを言ってるのは矢上さんだけです。ん？あれ、ちょっと思ってた感じと違う展開になってるみたいですね。もう一度チャンスもらえません？
間宮さんのお話にあった痴漢事件の流れとこの証拠には矛盾があると思いませんか？意味がよくわからないです。私何かおかしなこと言いました？いえ、おかしなことを言ってるのは八神さんだけです。ん？あれ、ちょっと思ってた感じと違う展開になってるみたいですね。もう一度チャンスもらえません？痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、三越柴弘という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。これって、この映像によると犯人は江原さんです。え？殺された三越柴は江原さんにとって息子の仇でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に、江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だから俺らも困ってるんです。それで何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今間宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を？わかりません。ここまでの捏造動画を作るには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか、最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。そうですね。もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。これから間宮さんに聞いた話をみんなで検証したいです。八神さんも一緒にお願いできますか？そうだね。その前に海藤さんに一本電話入れとこうかな。わかりました。では先に行ってます。おお、海藤だ。こっちは今神室町に戻ったとこ。そっちはどう？変わりない？なんだ、別に大丈夫だぞ。もしかして RK のことで心配してんのか？背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。俺はもう少し源田事務所で沙織さんたちと話してから帰るよ。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。了解。
もう大丈夫ですか、八神さん。でしたら、間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか？いや、まだやめとくよ。そうですか。わかりました。いい加減にしろよ。名前か。しばらく寝とけっての。名前か。
加減にしろよ。名前か。時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。これは ありがとうございました。もう大丈夫ですか、八神さん。でしたら、間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか？ああ、始めよう。じゃあ結局、その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそう。だとすると、やっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも、実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ。画面には
三越芝の殺害現場である偉人町の廃ビルが映ってます。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、あの殺人動画をネットに上げたのは三越芝殺害の共犯者たちです。まあそうだな、他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。え？江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて三越芝殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたら、どういうふうに作るんだ。例えばそうですね、まず真犯人が三越芝を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。間宮ゆいと会いに行く前、八神さんは江原の痴漢に替え玉がいたんじゃないかと言いましたね。本物の江原は偉人町で三越芝を殺害し、その後痴漢と入れ替わって取り押さえられた。でもその入れ替わるタイミングはなかったんですよね。池袋のホームに立ってから江原は常に防犯カメラの目にさらされてます。いや、それについては違うんじゃなかった。え？一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ。あ、なるほど、確かにここに答えがありましたね。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか。この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、これは矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか。可能性としてはあり得るよね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか。人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたらかなり運任せですよね。運任せ。ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。やっぱり
八神さん、どうでしょうか。これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野君の指摘通りかもしれません。いやそんな。ああ、さすがだな星野君は。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え、一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと。やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。で、そう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性？それって何のことです？被害者だった間宮ユイは初めから江原とグルだった可能性がある。え、その場合彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか。まさかそんな。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は追ってくる間宮ユイにさえ目をつぶってもらえれば防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ユイがグルでないならこの入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ユイはそこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今八神さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。いや、その件も間宮ユイがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ユイはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮ユイさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越場殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね、多分それで決まりだと思います。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越場殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い判決を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？間宮ユイはなんでそんなことに手を染める必要があるんです？彼女には小さな子供もいて経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が。ああ、彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮ユイにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。
殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が？なあ、間宮ゆいのプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないから。見てみますね。ちょっと待ってください。よう、その間宮ゆいが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。何です？そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越場殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらねえ。そんなもしを残したまま計画は立てられないだろうな。ああ、そしてやっぱり間宮ゆいが来るなのは江原の計画にとって大前提だ。確かに江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。間宮ゆいからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。間宮ゆいのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？旦那さんとは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、6年前に生まれた一人息子は蒼太くんで小学校1年生。待った、間宮ゆいの高校黒川学園って言ったよな。最近耳にした。偉人町でだ。あれは確か俺が三越芝の殺害現場に行ったとき、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。三人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、間宮ゆいも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今間宮ゆいと江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮ゆいの実家から近い。あ、なんだ。女子の制服がすごく可愛いです。この野郎、司法試験からやり直すか？いや、その制服にも見覚えがある。え？清涼高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。